田さんかから見てどうですかこれはやっぱりコロナ禍でどう発言してたかどういう行動をとってたかっていうのは結構表現者とか言論人は問わわれたわけですよ、うん、例えば普段リベラルリベラルって自由って意味ですよね、うん、できるだけ公権力が私生活に入ってくることに対して抵抗しようと、うん、例えば安倍政権批判とかそういうことを言ったたくさんいたわけですよ、うん、じゃあその人たちが今回のコロナでどう発言したかですよね。うん、結構そのの公権力を 肯定したりすするわけですよ、うん、つまり公権力が私生活に入ってきてそういうような自粛を求めてくる、うん、あるいはある種自警団みたいなものですよね、うん、その自粛警察っていうのは。うん、勝手に民間の人があの感染者っていうのをあぶり出して、うん、こうお前は移動するなとかですね、うんえー、あるいはそれこそ本当にパチンコに来る人に対して来るなってメガホンで言いに来る人がいたりとかですね。うん、でこれ別にあの 言ってもいいんですよ法律上何も禁止されていないにもかかわらず、うん、そういうことをやるしかもそういった人たちがあたかもなんか正義であるかのように報道され、うん、それを何かこうまあ肯定しなくても批判をしない人たちってものすごいたくさんいたわけですよ。うん、つまり彼らの言う自由とかリベラルっていうのは一体何だったのかっていうことですよね。うん、このこんなに大きなしかも 諸外国に比べてもですね、えー、日本の場合は法で規制されてるんじゃなくてまさに空気なわけですよ、うん、つまり法だったらこれ以上規制しますその代わり保障しますっていう線引きが明確なんだけれども、うん、日本は何かこう営業してもいいし営業しなくてもいいみたいな、うん、ぼんやりしてるんだけれどもしかし、えー、ばこ空気がすごくこわばるとものすごくこうあれもしちゃいけないこれもしちゃいけない事実上コントロールされてしまうというような状態だったこれってまさに戦時中の話じゃないですかと。うん、つまり戦時中に竹ありで 戦うなんて無理だって言ったらすごいボコボコに叩かれたりとかですね、はい、贅沢は敵だって言ってちょっと高そうなものを持ってたら批判されたり石投げられたりなんて話もあったわけですね、うんうん、そういうのを普段戦前回帰で怖いって言ってた人たちはこの時何やってたのかってことですよねやっぱり私は歴史の伝説をずっと見てきた人間、うん、あの私は戦前の教訓が大事だと思うけどでもかといって戦前っていう教訓を使いすぎて何でもかんでも戦前っていうとその戦前の教訓がなくなると思うので。うん あのそういうの戦前っていうのは使うべき時をあのこうちょっとなん考えなきゃいけないっていう立場だったんですが、はい、いやこのコロナの時こそ戦前の教訓を生かすべき時だろうと思ったのに普段戦前っていう発言を喜んでいる人たちがすごい鈍かったんですよね、うん、私はそれにすごい驚きましたね、うん、やっぱね俺はねすごくうんこれおかしいそうだよと思ったのがダイヤモンドプリンスセスゴから降りたねあの六十代の男性がいたんですよね、はい、で彼が その後にジムに行ったんですよ。で、うん、そのことが報道されたんですね。うん、普通60代の男性がジムに行ったってニュースにならないでしょうん。でもその人はニュースになっちゃったわけ。うん、おかしいですよ。うん、あと、まあその後結核的にコロナ陽性になった千葉県のあの高齢の女性が富山県まで行っ で、うん、そこからあの岐阜県のえっ、ー、と合唱村なななんですそこ、えー、白川郷白川うん、そこ行って千葉に戻った、うん、その後にコロナ陽性が経路が全部バレてるわけ、うん、でさらに2022年5月に東京都内在住のあの20代前半の会社員女性が実家の山梨県に帰ったんですねでそこでバーベキューしたり、うんうん あとはその男性と濃厚接触したっていう報道ですねうん、うん、であとはそのゴルフの練習を行った、うん、それでその後にバスで東京に戻ったつま、うん、びらかに全部この行動がバラされるわけね <laughs>、うん、これは,あれはそう私もキーに感じたんだけどあれ全部その知り合いがトレースしてやっちゃうのかなやっちゃうんですであとはまあ正直な方は言うしでそこの時に SNS とあと、うん、特命掲示板何が起こったかというと、うん、山梨の若い女性を、ね、誰かというのを突き止める動きが発生すするわけです、うんうん、ちょっとあれはねコロナ禍は,もうやはり人権問題ですね。これはっっきり言って、うん、だってそのコロナが感染したとされる家に石投げたりとか壁に落書きとかもあったわけ私,私あの辺の辺ニュース全部集めてるんですよこれ絶対いずれ,これ歴史的に問題になるだろうと歴史家として思ったのでもうその点のニュースも全部集めて見てるんですけども、うん、とにかくまあ。 ひどいわけですよ、うん、まあこれちょっとぼかして言いますけれどもある県の警察官がですよなんかこう、まあ、いわゆる風俗店に行ってコロナにかかったと、うん、もでも特定される組織の名前も全部書いてあるわけ、うん、これもう絶対分かるわけです、うん、同僚とか、うん、こ完全に個人情報じゃないですか、うん、そういうのがもういくつもいくつもあったわけですね。うんうん ある,ある大学とかだと京都のある大学だと、まあ、学生がコロナに感染しましたとでそれが書かれてたら政治家がですねこれは誰だろう就職先は決まっているのかなって煽るわけですこれだからもう就職先に攻撃しろとか個人攻撃を煽ってるわけですよね、まあ、犬笛吹いてるわけですよでもそういったのが何件も何件も発生してたわけですね。うん やっぱこれしかもこれが今やなんか責任も問わずに流されててしまってる恐ろしさで恐ろしいのがその2020年だけの話なんですよ、うんね、そこまで言うのは、ええうん、要は2021年以降はものすごい陽性者が多かったから、うん、あもうこれ、うん、<laughs> 一人一人叩いてもしょうがないなってなっちゃったし、うん、叩こうと思ってたし自分も陽性者になっちゃったから、うん、でも2020年、の珍しい時は、ええ、そいつを特定してもいいし不死だらな生活してるやつの身元を SNS でばらしていいって空気があったわけや、うん。まさに空空気気でで日本ですごく空気が怖 頑張ったのは志村健さん亡くなったこと月29日かですだから有名人だからってことなんですよね、うん、でもそれって医学と関係ないじゃないですか全然科学ではないわけです、うん、まさに世の中に対してあの有名人でもってことで空気ができてしまった、うん、でそうするとそれ以降の人はものすごい叩かれるでも1年後の人はまあそんなもんだろうってことになっちゃうわけです、うん、今だって感染したって何も言われないわけですよ。全然、うん、いい何も言ない、うん、だからあの2020年まあ21年までそうだったんだけど2020初頭かなえっと まあ著名人がコロナ感染するとヤフートピックスのトップに出たわけです <laughs> それは確かにそうだねでそ,その今となってね、うん、正直あの辻田正則風であの体温37.8度とかはい、はい、ヤフトピン出るかって話になのにおかしかったのあれって、はい、いやだからでもそれが当時は PV を集めちゃったわけですねそう これね私もうっかり辻田さんそういう事例を集めてらっしゃるっていうのは、うん、今検証することが、うん、あの社会学か何,何学か分かんないけどいやジャーナリズムもいいんだけどもあの時にどういうふうなことがあのつまり命を盾にどういうようなところのプライバシーに行ったのかと、うん、で今中川さん言われて感染者増えてもう収集つかなくなって誰も見にかったっていうようなことって、うん、あの今。 新しい感染症が来るぞなんていうのをまたお医者さんたちが言ってるんだけど、ねうん、いやそういうことよりも社会がどうなったのかっていう検証の方がまあ BS11 じゃできないけど朝日新聞とかあるいは、うん、あの問題意識を持った人はやっぱりちゃんと検証しないとですね今度また起きると自粛警察かけにみたいな同調圧力社会みたいになっちゃわないこれあとは あのの問題ですごい気になったのは専門家っていう存在ですよね、うん、専門家の意見はもちろん大事なんだけれども、うん、まあ専門家が言ってるからもうなんかこう批判一切してはいけないみたいな、はい、でもコロナって重要なのは単なる感染症じゃないわけですよね。うんそれ 社会を止めたりすると、それは経済にも関わってくるし、うん、社会にも関わってくるし、まさに総合的な知見が必要なもので、うん、本来は政治家が政治責任に、ね、決断しなきゃいけないわけですよ。うん、でも、あの政治家が何かやろうとすると、なんかそれに意見が反対する専門家が出てきて、その人の意見がすごい。ありがたがられてしまう。うん、場合によってはものすごいこう。 今考えればありえないような資産を出してきて、ね、ものすごい人が死ぬんだみたいなことを言ってる人がいたわけですよ。でそれによって多くの人がビビってです、ね、政治家批判につながってしまう。でもこれは本来おかしいと思うんですよね。社会全体に責任を取るんだったったらやぱ政治家は 間違ったら選挙で落とされますよと、うん、政権から引きずり下ろされるって責任取り方がある。でも専門家の意見はそうではないわけですね。うん、別にそれ責任取らない。もうん、ち取る必要ないですよ専門家ですからね。うん、言えばいいんだけど、でもただ専門家はあくまでは限界があるってことも同時に知っておかなきゃいけないわけであって、あのコロナ禍っていうのは終わったから良かったねってことではなくて、うん、いろんな教訓を我々与えているはずですよね。そういった人権侵害の事件もそうだし、専門家の使い方、いろんな情報発信のあり方ですよね。で、こういうのはやっぱり何年経ってても振り返ってやる価値は、それは戦争 あの教訓と同じようにですね。やるべきだと私は思いますね。うん